ゴスケ屋でございます。よっこらせ。さあさあ、ちょっとね、道具のね、動画を一回お休みして、これね、羽のように軽く優しい装着感、接触冷感、ルピナス、ね、高機能ファッションマスク、ルピナス。これね、見て、ほら、あのさ、ここがペコペコしちゃうのって多いじゃない。ペコ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 、これね、なんて言うんだろう、中にフレームみたいなのが入ってて、とてもね、つけ心地が快適。顔にくっつかないんでね。うん。なんと、ね、プレス機でおなじみのロードプランニングさんが、ロードプランニングさんね、マスク事業部作ったんですよ。そこで開発して作られたもの。とてもね、つけ心地がいいです。うん。UV カットでしょ。接触冷感で抗菌、防臭。うん、まあ夏は過ぎたけど、これは顔が嫌じゃん。涼しきゃ涼い方がいいもんね。だってつけてない時に近い方がいいんだからね。汗をかいても素早く吸い上げ、角栓することで常にサラサラ。まあそんな感じ。このリブ加工ってのがいいんだね。うん、このフィット感が多分なんて言うんだろう、女の人とかほら、口紅とかついてても口にくっつかないっていうのが、口とか鼻の周りにくっつかないっていうのは、えらいいいですよね。快適でございます。うん、色はね、ホワイト、グレー、ピンク、サイズが L、レギュラー、S、SS と4種類ございますね。お問い合わせはロードプランニングさん。ロードプランニングさん、マスク事業部作ったのかな、ホームページ。わかんないけど、これすごくすごくいい感じです。そう、送ってくれと言って送っていただきましたけども、そうだね、これ独自のね、独自の何か、その、そうそう、特技術も持ってますね。どこでもあるようなものとか普通じゃダメだと、独自なものがね、やっぱり開発してこう出してくるのがさすがっすよね。そう、ロードプランニングの親父さん、何度もね、会って一緒に仕事してますけど、うん、さすがでございます。こんな感じ。そう、ここにね、空気だまりができてるっていうのかな。うん、やっぱまだまだマスク必要じゃん、どうしたってね。ここら辺でもね、お店入るときとかでもね、マスク、あ、池でマスク忘れたって車から降りて、お店の中入るけど、やっぱ U ターンして車に取り行くもんね。うん、結構視線が痛いです。どこ行ってもお店はね。なので、まだまだ必要かなと思って。こんなもんね、ありだと思いますよ。すごいサラッとしてる。うん。俺なんてほら、顔のでっかいおっちゃんだから、サイズは L でございます。うん、L で俺はちょうどいいかな。うん。とてもいい感じですよ。で、こんな、まあね、顔出さないわけにもいかないので、マスクね。ほんと、なんだろう、ここもほら、フィットしてるでしょ？いい感じです。さすが、技術力のロードプランニングでございました。てな感じで、今日はマスクのご紹介でございました。高性能ファッションマスク、ルピナス。ルピナスです。よろしくお願いします。ね、この、淡い感じの、この、そうだね、これのイメージだね。うん、この淡い感じ。つけ心地が軽い、軽やかな感じ。うん、俺が、この広告を作ったら、もっとガツンとインパクトが、ね、こう、見て覚えてもらうみたいなのが、そんなにすると思いますけど、とてもこう、上品な感じです。マスクも上品な感じ。じゃあね。